コース4番パー4で、365ヤードのまっすぐなミドルホールですけど、まあ、ちょっとティーショットが狭いので、自分は、4ユーで刻みたいと思います。ドライバーですか？はい、ドライバーで。だったらちょっと左目の方。左目ですね。あの木の上か。木の上、はい。木のちょっと右ぐらいで。なんかフラッグ左からですもんね。完全にだってさっきのホールと同じ風だったら絶対右からフォローなんだよね。確実に。あの押され方はちょっと左からだ。じゃあ自分もドライバーで。ピンフラッグは右向くんだ。気合い入れて。気合い入れて。このパワースーツを。今まで温存してた。そうですね。これ50キロぐらいあるんでドスンって音すると思うんですけど、ちょっとじゃしなかったですね。パワースーツよし、全然風逆だった。121ヤードで、フォローなんでピッチングで打っていきたいと思います。やばいっすね、これね。やばい。ギリギリになった。ギリギリ。すげえ。でも上狙ったところに上ですね。まあそういうね、ラッキーも必要ですよね、ゴルフはね。どんな感じですか？そうですね、58ヤードなんで。58ヤード、ね、はい、58ヤードあります。上りも入ってるね。フォローなのこれ。上げてるね。横っすね。左横ですかね。はい、ナイス。ちょっとでけえかな。はい、ここまで来るとフォローだって分かるんだけど、下だとね、下
顔から受けたりするからね、迷っちゃうよね。全然感じるわ、私の存在は。おー、持っていけ。切れないんだ、そんなに。あー結構切れんな、これも。すげー切れる。なんか光って切れないように見ちゃう。逆です。はい、ナイスパー。一番悪かった松岡くん、一番近いです。はい、よしよし。パワーローテーショナルゴルフでは、今回初のラウンド動画ということで、かなりのプロフェッショナルな方たちに集まっていただきました。今やパワーローテーショナルゴルフファミリーといっても過言じゃないですね。はい、はい、自己紹介の方お願いします。松岡です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかもう少しちょっと硬くないですか？硬い、柔らかい感じでいきましょうよ。初のラウンド動画。普段はどうされてるんですか？普段ですか？うん、普段も何もどこでこう教えてるとか。ああ、ご自身の情報をもう少し視聴者の皆さんにお伝えしていただいた方が。キリオカントリークラブ所属の松岡圭と申します。ギルマさんの方に戦う。カミカミで大丈夫。大丈夫。カミカミもなんとかするんで。途中から。はい、編集で。でも大丈夫。はい、そのまま行ってください。でもある意味こういうのもいい練習になりますね。練習。いつかあるかもしれない。慶応カントリークラブ所属の松岡です。よろしくお願いします。最近ギルマさんのレッスンを、受けさせていただいて。すごく調子いいです。ありがとうございます。はい、自分です。フリーでやってます、遠田龍之介です。今自分はまだプロではなくて、今プロテストや QT などこれから受けていくようになるんですけれども、最近見てもらうようになって、一緒に力を合わせてプロテストを受かって試合に出ていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。あれですよね、2人とも若いですよね。若いですね。はい、26歳と23です。23、はい、で2人ともですね、39、そういうこと言っちゃう、はい、俺なんかもう5月で49だった。2人ともね、この間フライトスコープでいろいろなデータを取ったりとかしてですね、まあもう本当に55メートル近いヘッドスピードをお持ちの2人なんで、まあ皆さんも我々のね、おっさん2人を見てるよりか若い人を見てた方が多分楽しめるかなと思いまして、はいはい、楽しいラウンドにできればなというふうに思います。はい、僕は基本的にはちょっと教える側に回るんで、はい、皆さんでプレーしてもらって、はいはい、ところどころで気が向いたら打ちます。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。してる時にで、バックスイングの完了したところ、ここで全てサイドベントに変わるんですね、はい、フォワードベントがサイドベントに変わる。あとはターンが入るってことですね。90度以上のターンが入る。これをグッとこっちに蹴ってあげると、腰が回り始めるんで、腰が大体まあ40ヤードぐらいキャリーが出ます。
若干右側に出てって戻ってくる球になるというところが、まず目指すゴールがある。右側に20度傾いてるとちょうどいい形でこのグリップが徐々に徐々に上がってくるところを作る。そこからクラブがリリースされていく。この状態からシャドウ。ナイスショットです。これも入りましたね。このようにですね、つま先というよりかはかかとの左かかとの外側に重心があるのが、見てわかると思います。ここにあのデリバリーポジションが来ちゃうと外に行っちゃうから、うんうん、もっとここに落としてる感じ、こういう感じで落としてる。そうすればここの左側のギャップを埋めることで